ップの開催を終えて2年が経過しました。そのアメリカでダグハーティ、ピットマン、クレイ・コイマン、イアロップ・バスケス、バルデラマ、ラジター、いやー、まあピッチの中に入ったのは、まずあれ線とか見えないと思うんですよね、数字とか、選手が行くのがアメリカらしいなっていう感じまで受けますね。そうですね、うん、ですもちろんタンパベイミューティニーのホーム人がどれぐらいが、プレーができるか、どれぐらいのレベルで戦おうとかね、すごくあの楽しみです、はい、将来が大丈夫と思うんですけどね。はい、バルデラマ横に流しました。ミドルのチャンスです。シュート、キーパージーだ、おっと触らない、ゴール、先制ゴールはバスケス、見事に決めています。あっという間に決めました。なんか早すぎたな。バルデラマ、このメンバーに入ったんでは一つ格上でしょう。さまざまなそのワールドクラスのプレイヤーが来てるわけですが、ミューティニーにとってはこのバルデラマは王様です。とやりにくいんじゃないかな、この両サイドのね、そういうことですね、この線ですよね、このバルデラマはワンタッチで戻します。リーグサッカーを通じておそらくアメリカ代表のレベルももっともっと上がってくるでしょうから、もちろんですし、はい、東西に分かれて5チームずつで争うそのリーグ戦、イースタンカンファレンスです。確かにそうですね、やっぱりちょっと3位になったチームとかね、2位になったチームが終わるんじゃなくありますね。そうですね、バルデラマ、あーらしくないな、ホイッスルがなりました。でしょ、うん、やっぱり人にやっちゃいけないんで、そうですね、あまさにそうですね、まあ今日気合入ってると思うんですよね、はい、この表記の仕方もアメリカっぽいなと思います。アシストの数はいくつ、ゴールの数はいくつと、ご覧のようにね、セット出ますからね。さあバルデラマです。もう一度バルデラマ、いやー正確です。はい、はい、本気でアメリカが乗り出せば何でも世界一を目指してくる国ですから、そう、ちょっとおかしいっていう面もありますね、逆にね、はい、曲げてきました、ヘディングクリアと言いますか、通常よりも何かこう疲労度が増しそうですね、はい、やっぱり影響が大きいと思うんですよね、はい、一番多い交代はやっぱり早いですね、はい、あ、そうですか、はい、はい、スピードがあるなっていう主張が有効がありますね。さっきキーパーのあれはね、何試合出て何試合、はい、ピッチみたいな成績ですね。さあこれイースルーパスです。ピュッとチャンスは打てない、いや今のフィニッシュまで行きたかったですね。ですからスタイルとしてはアメリカの場合はそのバグラムのチームですから、そのパスで相手をディフェンスのシュート、なかなかコロンバスクルーシュートまで持っていけません。逆にバルデラは右サイドに持っていきました。タッチを割っています。なかなかキープ変えないんですよね、よっぽどのことがないと、うん、いや盛り上がりませんよね。さあ逆襲だという場面、タンパベイのミスがあっても相手のゴール前ですよね、はい、相手のディフェンスです、もうちょっと寄せればね、うん、ああいう、試合は1対1で面白くなりましたね、もう私たちくらい見ればもう最高ですよね、最高です。ヒール前つながった、シュートキーパー、いやバルデラマが蹴ります。直接フリーキック、面白いところファーサイド、いやいや長めでした。今度来るケイロスさんという方が実はあのこのメジャーリーグサッカーのメトロスターズで指揮を取っていた監督さんですね。そういうことです、前の放送で楽しみですよね、楽しみですね、46歳のそのケイロスさんです。メトロスターズとの契約、さあバルデラマ、バルデラマは今このクラブチーム、つまりタンパベイミューティニーで活躍しています。チャンスになります。スルーパスを送ります。これはいいでしょう、キーパー外してシュート決まった、ラジター。じゃあそのプレー以外のことはいろんな変わったことをやってもいいと思うんですよね。やっぱりそのプレー自体は出されましたね。あ、誰でしょうか、カリジュリですか。そうですね、ポール・カリジュリ。さあ今すでに前半が終わっています。マリーヌさん、一言前半振り返ってください。あ、面白いです。この人がバルデラマ。動きがいいですね、やっぱりラジターはね。ひときわ動きがよく光っていますね。そうですね、やっぱり本人がボール触らないとね、前線で。で、戻ってリーズも変えようとしてるんですよね。はい。じゃボール取ってバルデラマ。
バルデラマも本来のものではありません。もう判定が多いんですから、はい、やっぱりその高いレベルじゃないか。サッカーの場合には確か今年のヨーロッパ選手権でもそうだったんですが、インゴールかゴールでないのかということで、シュート決まった。これは貴重な追加点がピットマン、ものは見事に決まりました。3対1突き放しにかかります。ボールを競っていますが、これはいけません。ボールはミューティニーですね。左右にボール回そうというか、ようやくサイドを打ちましたね。今ティフルなことがありましたからね。やっぱりその魅力がありますからね、その新しいリーグで、ね、活躍したいという気持ちがあります、はい、バルデラマ倒される。後ろからこれはイエローカードでしょう、まあ、はい、今度は逆襲です。バルデラマから、バルデラマ前に3点のリード。ただマリネさん、スペインもイタリアもドイツも、はい、あるいはオランダにしても全てそっくり、スイの性格に出ますからね、はい、それで見分けると思うんですよね、はい。当然その一環の中で J リーグも、例えばブラジルサッカーやってますね、というレベルはまだまだなって、まあ偉そうなこと言えるんですかね、ブラジルは深いんですね。クリス選手少ないです。あー出ましたね、はい、強引な突破実らず、どうしても個人で何とかしようというのがありますからね、はい。バルデラマ、ここは見物です。バルデラマいい感じで右サイド上がっていました。シュート、リスクを犯しますからね。今みたいにもう3人がバデルマの方行ってるからね、もう向こう全然見てないんですよね。いないんだよね。そうなんですね、うん、しかしあのキーパーがあのだけ前に来てて、ああいう体勢ならばちょっとループシュートなど、全くありませんね、はい。シュートの感じがいつも同じで、競技に親しんで、いいプレイヤーが排出することが一つの狙いになります。それが失敗、今度こそしています。マックブライン、バルデラマ、ああもしなんかバルデラマも疲れました。そうです、もうディフェンダーに当たって外にこぼれました。もう一度バルデラマ、この人だけを見ていても非常に楽しい。あのダイレクトのパスです、にくいですよね。はい、なんともしようがなかったですね。しようがなかったですよ、ですから自分たちのサッカー全くできなかった、はい、そうですね。それでも4対1が当たり前だなと思います、はい。